農泊 in 宮崎。できました。九州の南東部にある宮崎県は、日向灘に面した美しい海岸から農業が盛んな宮崎平野、独特の文化が根付く山間地まで、それぞれ特徴のある地域で、体験型ツーリズムの活動が盛んに行われています。宮崎県では、海と山にある農山漁村や、貴重な暮らし文化を活用した様々な体験を用意しています。また、健康状態のチェック、検温、感染症対策もしっかりと行っているので、安心して教育旅行に活用できます。宮崎県にはそれぞれの地域に受け入れ団体があります。大きな学校でも受け入れ可能な場所から小さな学校まで、規模に合わせてマッチングしています。高千穂郷は九州のほぼ中央にあり、土地のほとんどを森林が占める自然豊かな地域です。美しい棚田や石垣、神楽などの伝統文化による絆など、先人たちから継承されている暮らし文化や山間地ならではの特徴的な農林業が世界農業遺産に認定されています。ツーリズム高千穂郷では、農山村の貴重な暮らし文化を活用した様々な体験を用意しています。棚田での稲刈り、脱穀体験や釜炒り茶体験、椎茸の駒打ちなど、なりわいを体験することで世界農業遺産の産業についても学ぶことができます。また神楽文化に触れることができるのも大きな特徴です。宮崎県北部にある延岡市は、海と山の自然が美しい町です。海辺には日方海岸の美しいリアス式海岸が広がり、山間部は祖母、傾き、大久江山系がユネスコエコパークに認定されています。海と山両方のアクティビティや体験ができるのが大きな魅力。また宮崎県を代表する工業都市としても知られ、産業と人々の暮らしの関わりについて理解を深めることができます。宮崎県中央部にある西都市はグリーンツーリズムの活動が盛んで、西都市グリーンツーリズム研究会が農家民泊や体験の受け入れをしています。西都原古墳群やメラ山系の山懐にある農家民宿まで様々、年間を通して恵まれた自然を生かした農家民泊や体験プログラムを提供でき、一年中体験可能なものや季節限定でしか体験できないものまで、いつでも何かしらの体験ができる体制を整えています。滞在することで豊かな農村の暮らしを丸ごと体験できるのが最大の魅力です。宮崎県北霧島地域は霧島連山北麓に広がる豊かな農村地帯です。霧島連山に降り注ぐ雨が十数年もの時を経て、この北霧島地帯に命の源である湧水をもたらします。火山の恵みを受けた豊穣の大地で農畜産業が盛んに行われています。北霧島田舎物語では、農業が盛んなこの土地で出会い、体験、感動、絆のもと、魅力あふれる農家民泊を行っています。多くの農家民宿があり、大型の教育旅行の受け入れにも対応しています。宮崎県には魅力的な農家民宿がたくさんあります。紹介した地域以外の場所でも受け入れを行っていますので、
お問い合わせください。宮崎県で新しい感動があなたを待っています。